明後日頑張ります。今日のヒーロー、バレンティン選手でした。スワローズは今日のゲームから終わって明日移動日、明後日からは横浜での横浜 DeNA との3連戦がありますから、小林さん、ちゃんと明後日から頑張りますってね、上手な日本語で答えてくれましたから1点を把握してます、してますね、はい。改めてインタビュー聞いて小林さん、いかがですか。いや、やっぱりプレッシャーのある中でね、もう誰でもそうですけども、はい、もうしっかり自分の一番印象に残るホームラン打ってね、はい、でもお母さんの前ですから、そうですね、本当に幸せを感じたでしょうね、はい。まあ、今のファンの前でのヒーローインタビューになりましたが、この後公式記者会見、新記録達成されましたので公式記者会見も神宮球場内で行われます。今日のスワローズライブではその模様も生中継で引き続きお伝えする予定です。今は記念の撮影に応えているところですが、緒方沙耶香さんはどんな印象でしたか。はい、そうですね、ここ数試合ずっと見ていて本当に記録を塗り替えることの難しさというのも感じましたし、またそれを、ね、達成した瞬間の感動というのも全て間近で見ることができたこともすごく嬉しいと思いますし、そしてバレンティン選手、やっとプレッシャーから解放された直後にまたプレッシャーをかけてしまうかもしれないんですけれども、記録をどこまで伸ばすかというのもこれから楽しみだなと思います ね。お母さんとの素敵ですね。そうですね、相性はココ、お母さんのアストリッドさんです。この3試合は期待に応えることができませんでした。まあ、バレンティンも29歳ということで、これからおそらくライトスタンドのスタンドの元にお礼を聞きますかが、レフトスタンドに行きますね。沙耶香さん、はい、嬉しいじゃないですか、ここね。そうですね、本当に。阪神ファンが待ってくれていて。バレンティンの人から出てるんじゃないですか。出てますね、そうですね。先ほどね、大家さんも言われていた通り、こう、もうね、阪神ファンの方からも声援があってという、この球場の雰囲気自体にね、本当に心を洗われますよね。変わったんだね。いや、こういうね、相手のチームでもだってファンの人さんちゃんと私服着してね、残ってね。そうですね、負けたにも関わらず、はい、まあ、そうですね、阪神ファンから昨日なんか試合前だと引退決めた宮本選手に向かってもおっさん頑張れやって、ね、声かかってたんですよね、関西弁で。レフトスタンドへの挨拶を終えてバレンティン、今度はベンチ一塁側です。昨日のゲームが終えた時点で今日の雨の確率は 70% でした。今日も実は午後8時ぐらいから雨が降る可能性があると言われていたんですが、岡田さん、予想通り降りませんでしたね。降りませんでしたね。でも最初にホームランが出たから、うん、雨の雲も吹き飛ばしちゃったよね。そうかもしれないですね。素晴らしいホームランでしたか。本当になんかもう全てがね、バレンティン選手のこのホームランを後押ししているという感じがしますね。一人一人に手を合わせていきます。まだライトスタンドびっしりです。一塁側、それからポール際、ご覧のようにびっしり。歴史的な瞬間を共有し合ったファンの皆さんです。を伸ばしていきますが、この記録を抜くのはあるいはバレンティンしかできないかもしれません。56、57、
球団関係者の方もこういうことを予想して57このパネルを用意していました。さあライトスタンドバレンティンを後押ししてくれたファンの皆さん、そして応援歌で応えています。特別な一球になりそうです。ボールを投げ込んでいきます。あ、今シーズン来日してからずっとライトのポジションを任されていたバレンティンですが、チームの事情でこの夏の終わりから秋口にかけてはレフトのポジションについています。もう見慣れた背中が見られなかったファンに向けてボールが投げ込まれています。もう一度レフトスタンドにも向かっていきます。プロ野球の記録を打ち立てたバレンティンです。1964年に王貞治さんが55本というプロ野球記録を樹立しました。それから37年後の2001年に近鉄のタフィー・ローズさんが55号、残り5試合で新記録達成に挑戦しましたが記録は破られませんでした。その翌年2002年には西武のアレックス・カブレラ、55本を打って残り5試合でした。その時も新記録の達成はなりませんでした。48年間肩を並べても乗り換えることができなかった偉大な記録でした。しかしその記録は2013年9月15日王貞治さんの55号、あの日から49年ぶり、およそ半世紀ぶりにこのバレンティンによってプロ野球の新記録は誕生しました。最初あのバレンティンが登板してきて最初のキャンプを見たときに、まさかこんなにホームラン量産する選手になるとは思いませんでしたね。はい、キャンプのバッティング練習前に飛びませんでしたからね。何がこの要素だと思われますか。まあ、やっぱり自分で自分のバッティングをよく研究して、まあ、配球なんかもそうでしょうけど、どうやったら日本のピッチャーにアジャストできるか我慢したことですよね。外の変革にもよく耐えるように。では今日のハイライトをここでご覧いただきます。大きく振り返ると大谷さん、小川の立ち上がりはあんまり良くなかったように。そうです。だから、まあ、この試合で点にならなかったのはすごく大きかった。先行されなかったことで、ね、先頭の西岡に初球をツーベースされました。もう点はしょうがないっていうところを0点で行きましたんでね。はい、振り返ればこの回が非常に悪いですね。さあ、そして今日3番起用の飯原が、タイガース先発飯原からの先制のタイムリー、飯原の前安打から始まったチャンスでしたけどね。初球甘い球を見逃したバレンティンでしたが、これが新曲達成の瞬間です。すごい当たりでしたね。そうですね、はい、瞬間それと分かる一発でした。さらに3回です。
面の左上では記者会見の準備の模様、バレンティン到着し次第スウェーボールからのものなんですけどね、この辺の技っていうのはやっぱり集中力、集中力ですね、やっぱりこのボールにはこういうファールになるんですよね、こういうバットコントロールですから、今年もセンターライト方向のホームランというのも増えましたし、あのボールはやはりレフトをファールにしないでホームランしなければですね、ねこの57本というのはなかったんですよね。そうですね、まあ、ただ記録のかかった後のもちろん敬遠気味のフォアボールもありましたが、大谷さん、ヤクルト以外のこのセリーグの投手陣の昨日の藤浪なんかもそうですし、はい、真っ向勝負気持ちいいですね。そうですね、まあ、逃げてるようじゃね、プロ野球じゃなくなりますから、まあ、そのにしても小川がよく今日は粘りましたよね。6回まで0、追加点の欲しかったスワローズはこの川端、これは2アウトからの1点でしたね。そうでしたね、ミスかなりでしたけどね、バレンティンの第4打席はフォアボールでした。ランナーを置いて木山が出ましたが、いい当たりでしたがレフトフライ。7回の裏、小川のタイムリーですね。でこの後8回でしたが、小川さん、先頭の西岡ヒット打たれたんですが、ちょっと前よく振ってましたね。そうですね、まあ、でもこれだけチーム活気のあるゲームですよね、記録のホームランも出て、そこにはピッチャーがピシャッと相手を抑えるっていう方をしなきゃいけないゲームですよ。なるほど、はい、まあ、本当にその期待に応えたという点では、これ最後のバレンティンの打席ですが、あと1個プロパスというセンターぐらいでした。まあ、小川はこう、まあ、1年目ですけども、今後スワローズのエースと呼ぶにふさわしい感じですかね。そうですね、まあ、1年だけで終わらないようにね、まあ、とにかくまだ何回か降板チャンスがありますんでね、一番近いという話もありましたが、これ最多勝もね、前田健太にすぐ追いつきましたね。まあ、投げる試合を全部勝つ、勝たないと最多勝難しい、そのぐらいの気持ちで投げないところですよね。今日ちょっと見逃してしまったんですが、尾形さん、小川は試合中笑ってましたかね。いえ、笑ってるっていうのは、ね、見れなかったですか、はい、バレンティン打った時も。バレンティン選手が打った瞬間、小川投手がちゃんと打てなかった、はい、そうですね、心の中では笑ってたんですよね、はい、まあ、先制点もらってゲームの上でも大きかったですよね。そういうことです、はい。まあ、しかし小川が投げる試合にはバレンティンは本当に打って、これで16本ですね、16本34打点ということになりました。この後バレンティン選手が到着し次第、公式の記者会見の模様をこの神宮球場からお伝えします。まだこの神宮、日本新記録の余韻に浸っています。ライトスタンドではまだ応援旗が振られています。来なく戻ってきますけど、扉を開けてマスコミの方も、まあ、リコーダーを付けに置いてきます。さあバレンティン到着しています。この後新記録達成のお母さんとツーショットです。バレンティンの公式記者会見です。
まずは、日本新記録達成おめでとうございます。新年進行はニュージャパンライトの本番です。ありがとうございます。I feel so relieved right now. I feel so emotional. I feel so great to just did this. It's something unbelievable. It's a history that nobody was able to do it for 49 years. So for me to do it, I can't even explain.正直、今ホッとしてますと。でここまで、まあ、スローモーションのように、時間が過ぎてきたこと、それで、49年ぶりに、ホームランを打って、日本新記録を、達成できてきたこと、本当に心から嬉しく思いますし、今は本当に、嬉しい以外の気持ち、以外に見つからないぐらい、嬉しい気持ちです。ホームチームとの神宮で You say that before the series at the Jingle Stadium, you say you're gonna do one game in Jingle Home, Jingle Stadium, and you did it. That's what you said, and you did. Yeah, I mean, I always try to put it out there, put the motivation out there. So I know we have 6 game here. I was 3 away, so. I just try to throw it out there, saying I try to do it here. So I just put a little bit more on myself, because it will be great for me to give it to the fans. It's a lot of history for me already in this park. So I just feel like I wanna share this special moment too.神宮球場は、今年もそうですけどもずっと、まあ、相性が良くて、この、シリーズ6連戦入る前に、3本という、ところで、臨んだわけですけども、3本であればなんとかこの神宮球場であればいつもより、さらにその、モチベーションが上がる中でできればなんとかできるんじゃないかということをプラス、自分で、やってやろうという気持ちが、高いモチベーションを生むことによって、できることになりましたと。ここは、自分の球場にとっても、節目節目で、ホームランを打ってきましたし、また、一つ の, その、新しい、歴史をこの球場で、スワローズファンの前が皆さんが見守る中で、その、歴史を作ることができて本当に、嬉しく思います。日本のレジェンドである王の名前、So you say just you beat Mr. Salah the most common. I mean, it's a special moment. I'm so happy right now. I feel so great. I mean, he's an all-time Japanese home run king. But I mean, with a lot of respect to him for the great power here he is, to be able to tie him and pass him, it's something very special for me.本当に、この瞬間が自分に訪れることができて本当に、嬉しい思いです。サルハロー さんは、自分にとってはやっぱり尊敬できる偉大な、日本記録、そして世界記録を持った、ホームラン、パワーヒッターであるホームランヒッターの、サルハローさんの記録に並んでしかも、抜くことができて本当に、嬉しく思っています。では改めて、打席を振り返っていただきたいんですが、まず、第一打席ですが、どういった気持ちで打席を振り返っていますか？ First AD, who was in the mind before you were sitting? First in my mind was I was trying to get a hit, to get the run in. I mean, I've been trying too much to hit a home run the last couple of days, so Today, my first AB, I say I'm just going to relax. I want to get the RBI. I want to put my team on the board and just look for a pitch I can drive. And I get it, and I was able to get it out at the same time.ここ何日かそのやっぱり大きいものというか、力が、自然に入ってしまってなかなか、ランナーがいても返すことができてなかったので、なんとか、
あそこ大きいのを狙わず、なんとかランナーを返す気持ちということで、リラックスして、ランナーを返すことだけに集中しました。まあ、結果として、まあ、いい、当たりが出て、結果として最高の結果、まあ、ホームランという形になって、すごく良かったと思います。3球待って4球目にストレートを叩いて、ホームラン。感触はいかがですか？After three pitches, then you feel you want to contact.I can't even say, I can't even explain. I mean, my body, it was hot, I was sweating, and I feel so cold at the same time. It was a great feeling. I mean, I think one of the better ever in my life.表現ができないという、というか、本当にもう試合が始まって全身も汗だくだったんですけども、打った瞬間というのは本当にこうさーっと、まあ、鳥肌が立つような、身振りをするような、感触と気持ちを、感じることができました。本当に今まで言ってきた中で自分の打席の中で最高の、打席というか、感触というか、感覚を、覚えることができました。ボールが入った瞬間、ヤクルトファンだけでなく、阪神ファンも、の2人全体から、バトンばかりの関係がありましたが、それを聞いて、どう思いますか？After you knew the ball is in the out, and not only Swallows fans, but also all the fans, including Tigers fans, is kind of cheer you up and congratulate you with a loud the voices.It's a special moment to, you know, even get the opposite team cheering for you. Even their team was losing, but they showed they're happy. They just won a new generation. They won a new home run team, single season home run team, and I did it. And I can say, I mean, it's a special moment, and I appreciate it a lot from the Spanish fans too.本当に特別なその瞬間というのは、異様な特別な瞬間でした。というのは、相手チームが、そうやって、ホームランを喜んでくれるというのは、まあ、シーズン中ないことですから、向こうは、まあ、劣勢な状況にかかわらずそういった声援を、送ってくれるということにはすごく特別な、瞬間を感じましたし、そういう阪神ファンの皆さんの温かい声援を受けて本当に、余計嬉しく思うことができました。喜んでたのは、まあ、ファンもそうなんですが、隣にいるお母さんも本当に Did you see her after maybe come back to the home plate? Maybe she was kind of standing, cheer up and yelling to me. Did you see how happy she was? Yeah, I mean, I saw her how happy she was, but I can barely see her because all the fans stand up and she was like so small and, you know, behind all the fans. But then after I took my board off at first base side and come back to the dugout, that's where I have a better look at her, and I can just see that happiness she had on her face. She was so happy. はい、見ることはできたんですけども、やっぱり皆さんが、その周りの皆さんが、本当に立ち上がって、一緒に、お祝いというか、声援を送ってくれたんで、自分のお母さんは背がちっちゃいんで、なるべくその中で見つけるというのは、難しかったんですけども、まあ、帰ってきて、ダグアウトの近くまで走ることができて、でお母さんを見たときに、すごくやっぱり喜んでる表情を見ることができて、本当に、それを見て、自分も本当にもっと嬉しい気持ちになりました。今に来日されて、今日は、家を出る前にお母さんから何か。Before you leave your apartment, did she say something to you in Dutch? God bless you, and today is the day. She's gonna put the Curacao flag dress on. Bring me the good luck so I can get it done today. Hello, hi.出身地であるキュラソーの、フラッグの色をまとった、青と黄色との、フラッグの色をコスチュームを、着てくれて、声援して、送ってくれました。
ブレイクタイかもしれないが、まあ、ぜひ隣にいらっしゃるんで、ちょっとお母さんにここで何か伝えたいこととか、メッセージとか。メッセージとか、メッセージとか、シェイバーとか、シャイバー。If you go my episode, you message to the hospital. First of all, I have to be so happy that he has the opportunity, God gave us the opportunity to be here in this situation, to have her with me. Maybe in one of my important life, I want to share this with her. She always supported me. She always was there for me. I got to tell her, bring me to this work, because I mean, she's special for me, and I think I'm special for her too. So I love her a lot. So I think that's all I can say. I love her too much.瞬間にこのお母さんを自分のその一緒のこの瞬間に立ち合わせてくれたことに関して本当に神に感謝したいと思うし、お母さんにいつまでもここまで育ててくれて本当に感謝してますし、そういった意味では、僕も大好きなお母さんの前でいてて、お母さんも、それを打つことを見守ることができて、本当にお互いが、いい時の瞬間を、一緒に、過ごせたというのは本当に嬉しいことで、本当にいつも、感謝しているお母さんにの前で受けることができて本当に良かったと思います。お母さんにしたいんですけども、今日息子さんの、ホームランを目の前でご覧になって、 I'm asking for the how happy she is why have to run away from the mom she feels with you in the home of the mom tell us how she feelscontra with the como decirte Gomez después tu madre o no te voy a decir que me voy a dar si te hayan o no por el mismo momento. I am the happiest mother, the happiest mom of the world, and I thank God that she gave me an amazing son like Coco. 私は、世界中で一番、幸せな、おばあさんです。She's so happy that God gave her amazing son. 本当に神様にはこういう素晴らしい、息子を、私に預けて、本当に神には感謝しています。お母さんに、お母さんは、これで、これからもう皆さんのバレンティン選手の記録を追いかけていく、まあ、そういう目標となったわけですけれども、改めてお母さんから、バレンティン選手にどういった質問をいたします。 What kind of son you are? He's a lovely son for me. He's everything for me. 私にとっても全てです。ここ3試合、ホームラン、足踏みがありまして、まあ、報道陣もいろいろ気にかけて、まあ、いろいろプレッシャーがあったと思うんですけども、まあ、そういった中で、どうやってモチベーションを保って、Last three games before the game, last three games, you know, with our home run and all the media, you keep asking the question when it's in a day, when you're going to, you know, achieve, or that make you kind of know the pressure, but how you keep more motivation like until today? It's hard, you know, when I went through those situations, like, you know, everybody expect me to break the record right after I hit 55, and I win a couple games without having opportunity to get one out. Of course, I feel a little pressure, you know, with all the media, all the questions. But I mean, I don't take it the wrong way, because I know that's part of the job. So I'm okay with it. But what I do is just try to keep myself calm and don't try to think too much,
and just let it happen because at what point, if it was for me, it was going to happen. So I just tried to relax. やっぱり55本打った後から